I'm back 大阪たくやおかえりじゃなくてただいまコロちゃん目が出てきてますね。パートナーが連れて帰ってきたので私はあんま世話してません。シンゴやほほあ、シンゴ大変虫食われてるわ。シンゴちょっと今日天気いいから外出そうか。まさひろー、これは母親からのね、コロナ禍で2人で可愛がって育ててっつって送られてきました。まさひろ、天気がいいので外に風を浴びさせます。はい、ということで大阪の家に久しぶりに帰ってまいりました。今日はね、朝からセブンイレブン行ってきて、皆さんがおじちょっと大丈夫かしらね。とりあえず一風堂は今は食べないです。今はうどんを食べます。いや、やっぱり家っていうのはとっても落ち着くね。東京の作業部屋はコンクリートの壁のところなんだけれども、まあ確かにね、おしゃれではあるよ、おしゃれではあるけど、お家の中はなるべくあったかい空間を感じたい私としてはちょっと、ね、寂しい。お湯沸かします。料理だけ塗ろうかな。お、お湯が沸きました。そしたらはトップバリューのさぬきざるうどんが美味しい。これ最近はもう暑いのでうどんを互いにセルフで作って食べてます。で、夜ご飯は一緒に食べる。はい、スタート。しかしまあイーズスタイルのポップアップも銀座三越でやらせていただいて、すごくすごくすごくたくさんの方がのご来店だったりご購入があり、ありがとうございます。また嬉しい発表は週を追ってご報告させていただきますが、でなんかめっちゃなんかふーって感じでさ、新大阪着いてさ、もう時間も時間だったからタクシー飛び乗ったんですけど、したらさ、タクシーのおっちゃんがさ、こんな遅い時間にお疲れ様っつってさ、言ってくれてさ、移動大変でしょっつって、ご時世もだしっつって、お疲れちゃうって言ってくれて、結構ご年配の方だったんだけど、優しいなと思ってて、ありがとうございますっつって。で、お会計の時に、なんか甘えてよかったのかわかんないけど、パスをさ、いいよいいよっつって、言ってくれて、ありがとうおっちゃん。ああ、鼻が痒い。よし。で、ダーン。うどんはこれです。これ超いいサイズなんだよね。おっつ。早くしないと伸びちゃうと思うでしょ。私はこういう性格なので、もう基本1分短く沸騰にしてるんですね。あっちい、熱い、やばい、足にかかった。てかこのうどんマジ美味しいから皆さんぜひ真似して。あの S&B のあのニンニクゼロのおかずラー油を入れます。まずめんつゆを入れます。ドン。で、この食べるラー油のせます。こんな感じね。で、こういうなんかぶっかけのり系、最後にちょっと水を足す。で、完成。夏のね、ぶっかけうどんいただきます。これね、ただの酢うどんなんだけど、海苔とこの食べるラー油でね、うまいんだよ。うん、うまっ。よいしょ、うみー。最近はまだまだ発表が先になることですが、動いておりまして、かつ皆さんのおかげで嬉しいお話をいただいたり、
たまた失敗しちゃったりなんかを繰り返しながらやってます。うん、おかげさまで目まぐるしいです。ありがとう。てか最近すごいいろんな夢見るんだけど、まさに昨日なんだけど、まあ、私が野球を好きになったきっかけを作ってくれたばあちゃんが出てきて、まあ、野球を見に行こうってなってなったんだけど、なんかばあちゃんが異様に私に怒ってて、かつおんぶしろっつっておんぶして、ハードなその階段とかも全部私がばあちゃんをおぶってっていう夢を見たの。起きてさ、なんか意味わからなく泣いて号泣みたいな感じだったんだけど、そんで夢占いすんじゃん。そしたら初心に戻りなさいっていうメッセージなんだよね。そうだなって思って、ごちそうさまでした。仕事の連絡がバンバン来たしたので仕事します。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。